どうもタカチャンネルのタカでございます。皆さんお元気しましたでしょうか。僕のチャンネルではちょっと新しいガジェットやリュックなどをですね、クラウドファンディングを中心にご紹介させていただくチャンネルになっております。このようにですね、再生リストをまとめさせていただいておりますので、ぜひですね、ガジェットに興味があるとか、カメラ興味あるとか、あとはねリュック興味ある人はですね、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。今回なんですけども、ついにね我が家にもやってきました GoPro Hero 10 Black やってきたので、こちらをね開封レビューしていきたいと思います。まだね、これ午前中に来て一回も開けてなくて、中身どうなってるのかちょっといまいち分かってないので、ねリリース発表は見たんですよ。なのでリリース発表の内容を踏まえた上でちょっとねこれ解説していければなと思います。はい。でまだねこれ GoPro Hero 9に関しても僕持っていて、これマップカメラさんで僕は購入したんですけど、マップカメラさんのね下取りが明日引き受けに来るので、それまでにねちょっと撮影の方をいくつかやりたいと思うので、比較動画っていうのも今日は最後になるんですけど、やらせていただこうかなと思います。はい。でこちらに関してなんですけど、日本時間の9月16日に発表された最新のモデルになっていまして、 GoPro.com で、販売価格は64,000円です。こちら税込みになっておりまして、年間で、ね、6,000円のサブスクリプションの加入者は、ここから10,000円引きされて54,000円で買うことができます。で一方を GoPro.com から買わない場合いくらになるのっていうところで言うとですね、GoPro.com で買わない場合はですね、確か70,000円ぐらいかな、74,000円か70,000円ぐらいで購入になるので、一番お得に買うのは GoPro.com で買うのがおすすめです。ただしですね、 GoPro.com にも、落とし穴がございます。っていうのが納期が遅いんですよね。なので、納期を早く買いたいっていう人は、家電量販店で買うのをおすすめいたします。で僕は今回マップカメラで買ったので70,000円ぐらいで買ったのかな、なんですけど、70,000円で買ったんですけど、GoPro Hero 9と GoPro Max、 これらを売りに出します。売りに出したら結局いくら残るのっていうと、まあポイント等も引かれて最終的にこれ10,000円で購入しました。はい。ね、なのでまあ古いものを売ってね新しいものを買うっていうのも結構ね、いい買い物の仕方だと思うので、僕の買い方も参考にしてみてください。で今後はですね、この GoPro Hero 10と GoPro Hero 9、そして8、そして Max、 この4つが現行で販売していくモデルになってくるそうです。はい。それじゃあ早速ですね、商品の方開けていきたいと思います。開けていきましょう。こちらが今回ご紹介する GoPro Hero 10と GoPro Hero 9になります。はい。で、早速ね、こちら GoPro Hero 10ちょっと開けていきましょう。はい。やっぱガジェット YouTuber ってなるとね、なんかみんなの前で開けるのが楽しみみたいなところが若干あるんですよ。だからね、届いてからもやっぱ動画撮るまでは開けたくねえなーってやっぱ思っちゃったんですよね。はい。じゃーん。こちらが GoPro Hero 10です。GoPro Hero 10ね、基本的になんか外箱含めて Hero 9とあんま変わらないなって感じがしていて、そうですね、まあこんな感じになっています。はい。中身の付属品としては、こちらが、まあ、USB Type C のケーブルと、あといつものね、GoPro 固定する器具と、あとバッテリーと、あとはこれが Hero 10ですね。 Hero 10は Hero 9と、見た目はあんま変わんないっす。ちょっとね並べてみましょうか。うん。並べるとこんな感じ。変わったところといえば、まあロゴとかかなっていうぐらいで、まあパッと見はそんな気づかない感じです。はい。ちょっとね、Hero 9に貼っていたガラスフィルムとかも貼ってちょっと綺麗にはしてみました。見た目はそんな変わりはなくて、ちょっとねパッと見気づいたところで言うと若干ね厚みが増してるっていう感じがします。どうすか。気に、あんまりこれ気のせいかな、ちょっと若干ほんとね 0.1 ミリぐらいなんだけど、若干ね厚みが増してるようにも見えます。で、大きい違いとしてはやはりこのロゴの部分だったりとか、そういったところですね。でこの Hero 9か10かって書いてある部分ぐらいで、大きいこのボタンの配置とか含めてもあんま変わりはないです。はい。で、こちらの Hero 10と Hero 9の、やはりこう皆さんが気にしてるあの違い面っていうところを、外観以外でですねちょっとねご紹介させていただくとですね、この Hero 10は、Hero 9と比べて最も大きな進化点としてはですね、Hero 6の時代からずっと続いていた内部プロセッサーが向上したってところなんですよ。で、この Hero 9までは GP1 っていうプロセッサー、いわゆる CPU みたいなもの
ものが使われていたんですけど、こちらから GP2 というものを、使う形になりました。で、それによってどう変化が訪れるのっていうと、撮影の性能がですね大幅に向上したりとか、動画撮影で 5.3K の60フレームまで撮影することができるようになりました。で、さらにはですね 4K の、120フレームとか 2.7K の240フレームまで対応していて、静止画に関しても23メガピクセルまでこれ対応したんですよね。うん、だから結構ね撮影能力はこっちの方が向上しているっぽいです。で、また高感度性能の向上によって暗所でのノイズ軽減も実現したそうで、今までこの GoPro っていうのは暗いとこ本当に弱かったんですけども、今回のまあこれに関しては若干なんだと思うんですけど、性能が向上したそうです。はい、またブレ防止機能としてハイパースムースっていうのがこの、GoPro Hero 9から導入されていたんですが、それもですねこの GoPro Hero 10に関してはハイパースムース 4.0 っていうところに進化しまして、まあ、従来よりもですね手ブレが、補正され強化されているとのことで、タッチ操作の反応向上やフロントディスプレイのフレームレート向上といった、操作性アップも GP2 採用によって、結構ね、向上したそうです。まあ、やっぱりねこうヒーロー9を触っていて思ったのが、こうもっさりとしたこの動かし方っていうところがちょっと若干気になっていて、まあそこがねこのヒーロー10でどれぐらい性能向上したのかっていうところをね結構ね気にしています。はい、早速ちょっとあの電源の方をつけてみましょうか。はい、電源のね、なんかあのスピードも若干こっちのヒーロー10の方が速いそうですよ。はい、それではですね、ちょっと実験をしてみたいと思います。まずは、起動速度の実験です。起動、うん、速いですね。うん、やっぱりこっちの方が10の方が速いですね。もう一回やってみましょう。せーの、全然速いね。うん、だからやっぱこっちの方がやっぱプロフェッサーが上がってる分起動はやっぱ速いですね。続いてこの内部のボタンの、スムーズに、いくかどうかってところもやってみましょうか。速っ、もっさり感が一切ない。 GoPro っていくら進化してもここの部分でもっさり感あるんですけど、これがほんとねもっさり感なくて素敵です。はい、でこっちは一方どうなのっていうと、ちょっと若干わかります、こうゆっくりこう動く感じ。音はね速いんですよ、けどこう何かしらこう何かするにおいてもちょっとなんかボタンの反応速度遅かったりとかっていうのがあるね。まあ、こういうね細かい違いなんですけど、違いがありますね。うん、その他機能面でのヒーロー9からの大きな変更っていうのはまあ特にはなくてですね、まあ本当ねこういう内部プロフェッサーの進化っていうところでまあ地味なアップデートにはなってるんですけど、この使い勝手っていうところで言うと結構僕は、驚きです。はい、でこの対衝撃性や 10m 防水対応も従来通りで、 GoPro をウェブカメラとして使ったりとか、スマートフォンと GoPro のみでライブ配信を行ったりとか、ヒーロー9でできたことっていうのは基本的にヒーロー10でも同様にできるようになっています。で目新しい機能として挙げられるとしては、まあこれヒーロー9でも使えるんであれなんですけど、まあスマートフォンと GoPro を、直接的にですねこのように有線でつないで、ファイル転送が行えるようになったので、まあヒーロー8以降の GoPro Max を除くモデルを持っている方であったらこれは使えるので、結構ね高速に、データをファイル転送が行える形になります。でまあこれはね GoPro ヒーロー10だけの機能ではないので、まあ正直言ってヒーロー10の魅力とはちょっと若干違うかなってところはあるんですが、まあそういったところです。外観はほぼ変更なしでヒーロー9向けアクセサリーがそのまま使用可能なので、まあほんとここは助かりましたね。こういった、メディアモジュラーとかも使えますし、あとは、ちょっとアップデート後にはなるんですけどマックスレンスモジュラーとかも使えるようになったので、そういう意味ではヒーロー10に進化してもまあ使えるっていうところはほんとガジェット YouTuber 的には安心したポイントになります。ヒーロー9をねこれデビューした時にも実際感じたんですけど、この GoPro と連携して使えるスマートフォンアプリのクイックってのがあるんですよ。こちらのアプリなんですけど、これが非常に便利で、アプリ上からまあ設定変更を含めた GoPro コントロールがこう全てできまして、まあこういう風にね、GoPro とつながることもできるんですよ。で、GoPro の動画写真の確認もこれでできるし、 1080p 品質でのライブストリームとかもこれでできるので、まあ動画の自動編集もね中にはできる機能もあるので、結構ねこのアプリ優秀なのでどんどん使っていただくのが一番ベストかなと思います。で、まあカメラに触れずに GoPro の操作ができるっていう
のもメリットでこのアプリはあるんですが、まあ、動画のね自動編集機能がかなりね、優秀で、複数の動画を選ぶだけでアプリが自動的にねいい感じのシーンを抜き出して動画音楽とかモーションをつけて一つの動画にしてくれるんですよ。なのでこれ結構ねキャップカット使ってる人だったら使いやすいと思います。はい、例えばちょっと先ほどねこういう風に撮影したんですけど、これをちょっと選択してあげてこういう風にね選んであげる。これでもうあとはこういう風に自動で選んだのをやってあげるとこういう感じで勝手に音楽つけてちょっとモーションつけてくれます。なのでちょっとねおしゃれな雰囲気の Vlog のショート動画とか作りたいのであれば、このねほんとクイックってアプリはかなり使いやすいと思います。はい、こちらの動画はヒーロー10とヒーロー9でハイパースムースの聞き具合を比較したものです。そもそもね、まあハイパースムース 3.0 でも、ブレ補正がかなり効いていると思っているので、ヒーロー10の方が、よりブレが少ないように思います。とはいえ正直なところね劇的な差はないかなっていうような風に、動画を撮ってみて思いました。続いては、暗所撮影での比較を、今しています。こちらは差がはっきりわかるレベルで、ヒーロー9と比べるとヒーロー10のノイズが少ないのが分かります。ただし動きが激しくなるとですね、ヒーロー10でも厳しい印象であったので、ISO 感度は最大6400まで設定可能ですが、3200以上はかなりノイジーになるっていう風に思います。続いてが 5.3K60 フレームで撮影してみた画像です。解像度が高いほどファイルサイズも大きくなってしまうので、 5.3K の60フレームだと15秒で 200MB 程度なので、何でもかんでも 5.3 で撮影するのはあんまり、GoPro としては良くないんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、皆さんいかがだったでしょうか。正直ですね、ヒーロー10とヒーロー9を比べてみた結果、大きな驚きっていうのはやはりこのプロフェッサーの進化で起動が速くなったりとか、まああとはこの動作のね、動きのもっさり度が改善されたりっていうところが一番の驚きかなっていうところです。で、中でも、まあ動画撮影時において結構いいなって思ったのが暗所撮影っていうところでしたよね。うん、で、ヒーロー10は、まあ現状の GoPro の中で最もハイスペックモデルになっていて、外観はね、前モデルのこのヒーロー9と変わらないんですが、まあ中身は確実に進化しているなと思わされる機種でした。でまた長い間進化を続けている製品なので、アプリなど含めて使い勝手もかなり良くて、個人的にはアクションカメラとしては完成度は非常に高いと思います。で少しでもコストを抑えたいのであれば、ヒーロー8ヒーロー9を選択肢に入れてもいいとは思うんですけども、まあヒーロー9と、価格差が5200円ぐらいしかないので、サブスクリプションとかああいうの加入しているのであれば、悩むならヒーロー10を今だったら買うべきではないかなと思います。で、ヒーロー9ユーザーであればアクセサリーが共有できるっていうのもあって、まあ2台持ちもいいですし、まあヒーロー9からヒーロー10に、移行しようかどうか悩んでる、カメラ1台でいいよっていう人であれば、ちょっとねまだ待ってもいいのかなっていうように思えるようなマイナーチェンジぐらいでしたね。まあこんな感じでね、今回は GoPro ヒーロー10とヒーロー9の比較動画およびヒーロー10の開封レビューをさせていただきました。僕の動画ではね、こういう風に、最新ガジェットもクラウドファンディング以外で、紹介したりとかもしてるので、ぜひどんどん見てください。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあの